彼があなたと会おうとしないのにはこんな理由があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また不定期ではありますが LINE アット公式 LINE の方でも様々な情報を配信しています。下の概要欄説明欄の方に LINE アット公式 LINE へのリンクが貼ってありますので、そちらの方から合わせてご登録くださいませ。男性が好きな女性、自分の彼女という関係にある女性にまで会わない理由は何なのか、その時に彼は何を考えているのか、今日はそんな男性の本音という、観点で6つのポイント、あなたに会わない理由についてご紹介をしていこうと思います。そもそも男性が恋愛に対してどんな考え方取り組みをするか、女性とどう違うのか、その辺のギャップをどう埋めていくかっていう話についてはこういうセミナーなんかで詳しくご紹介させていただいていますので、興味があればこういうところをお越しいただいてもいいと思います。概要欄説明欄に日程とか場所が出ていると思うので、お越しいただくと僕が講師なんで僕喋ってますから、細かくいろいろ聞きたければ聞いていただいても結構ですので、こちらにもリンク出ていると思います。近々だと名古屋、あとそれ以外のところもちょこちょこ行ったりするんで、お近くでやるときには、こちらに遊びに来ていただければいいんだが、今日は男性が女性と会おうとしない理由は一体何なのかというところに焦点を当ててご紹介をしていこうと思います。もちろんここでご紹介差し上げる話、すべてのケースがあなたと彼との間の話に当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的にこういうケース、ああいう場合はどうなんだという話については、これは僕の個別セッションにお越しいただければ、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながらより実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。これも下の概要欄説明欄にリンクが出ていますので、そちらから飛んでいただくか、こちらにも同様のリンクが出ています。これは1対1、マンツーでお話をさせていただくものではあるので、細かく、より掘り下げてお話を聞きたければ、こちらの個別セッションの方にお越しくださいませ。近々の日程がすごく混み合っていて、ややご希望の日時が取りづらくなっているので、少し先の予定を余裕を持ってお申し込みくださいませ。さあということで、今日は男性が女性に合わない理由6ついきたいと思います。好きなのになぜ合わないんでしょう、こういう理由があるからなんです。6つです。1つ目はこちら、はい、合わなくても関係が変わらないというふうに彼が思っているからですよね。関係が変わらないとはどういうことか、今お付き合いをしている関係、あなたが彼のことを好きでいる、彼もあなたのことを好きでいる、この関係があったところでこれ以上関係深まるかって言ったらもう深まらないよね。逆に合わなかったから関係が終わってしまうかというと終わらないよね。じゃあ別に今のままでいいんじゃない、時々電話で話すことができればいいし、時々 LINE でやり取りすればいいし、それでいいじゃん、なんか悪い、俺好きだから、なんか問題あるというね、そういう言い方をするかどうかは別にして、そんな風に心のどっかで考えてしまっている。よく言うとあなたとの関係を信じきっている、悪く言うと安心しきってるというか、調子に乗ってるとね、いう言い方もあるかもしれません。最初のうちはあなたに会いたい会いたい、あなたとご飯行こうぜ、旅行行こうぜ、いろんなことをね言ってきてくれたかもしれません。しかしそれはあなたとの関係を作るために、あなたに愛してもらうために彼が必要だと思ったからそうしていただけの話だって、その目標はすでに達成られた、すでにあなたは彼のものになっている、彼はそう思っている、だから別にいいじゃんというふうに、考えている節もあったりするから、それを図に乗っていると捉えるとちょっとんって思うかもしれないし、信じているというふうに思うと、それはそれでいいのかなっていうふうに思うかもしれないので、どっちに取るかはあなた次第だとは思うんだが、基本的には関係が変わらないよ、このまんまでいってもっていう安心感が前提としてあったりするわけだから、安心感というかそういう、信じてるという感覚が前提にあるので、それをちょっと、あなたの方から揺らがしてあげるとか揺るがしてあげるというかね、あんたがあんまり会わないんだったらさ、じゃあ私他の人と遊ぶわとかね、最近なんとかさんからご飯誘われてんだよね、誰かさん全然私とご飯行かないから、私この人とご飯行こうかなみたいなことをちょいちょいと言ってあげたりすると、おいおいちょっと待てよと、
今の関係がね壊れてしまうよ、あなたそんなことばっかり言ってると、ということを、まあ、お示しになってあげていただくと、まあ、彼はおいおいちょっと待ってということであなたに会いに来ることもあるので、まあ、あんまりねやると嫌われちゃうかもしれませんが、時折ねそういう、まあ、喝を入れるというか、まあ、刺激をね与えてあげることによって彼がまたね会いたいというふうに思うこともあったりするので、そこは、まあ、うまくやってねっていう、そんなお話です。さあ、そして2番目ですね。はい、まあ、これ言うまでもないんですけど、物理的に会えないというやつですよね。まあ、時間がねどうしてもやっぱり忙しかったりとかすることはある。あなたにもいろんな事情があるように、彼にもいろんな事情があるんで、それは仕事の問題があるかもしれないし、家庭の問題もあるかもしれない、健康上の問題もあるかもしれない。あなたのことが好きだし、あなたと会いたいというふうに切に思っていたとしても、まあ、会えないことってそれはあるじゃないですか。それは時間が全然合わなかったりとかね、あとはまあ物理的に本当にね距離的に、まあ、遠くに住んでいるとかであるならば、なおさらね、会おうと思っても会えないよね。またあなたと会うことによって、まあ、どうしてもねこう気持ちが揺れてしまったりとか、まあ、どうしてもねこう甘えてしまったりすることがあるから、まあ、自分自身に活を入れるためにもちょっとねやっぱり緊張感維持するために、会わないようにしようみたいなことで、とにかくこう今はね会える状況じゃないというか、本当に気持ちはね会いたいんですよ。あなたと一緒に時間を過ごしたいと思うし、あなたの顔を見たい、あなたの笑顔を見たいとかね、そう思うことがあったとしても、まあ会えないからしゃあねえだろっていうことは、まあいろいろあります。それは逆の立場でね、あなたもすごく忙しい時とか、まあ、何かしらいろんなことにね追われてしまっている時に、彼に会いたい会いたい言われても、いやいやちょっと待って、ね、私忙しいんだからっていう気持ちになることもねあると思うんですよね。まあそれはお互い様なんで、それはお相手の状況を見てあげて、まあ、確かにそうだよねと、まあ嘘偽りを言っていてね、忙しい忙しいとか言ってる割にはさ、なんか街で知らない女と手つないで歩いてたとかあったらさ、ちょっと待てって話だけど、まあそうじゃなくて、まあね彼がやってる仕事とか、彼が現状どういう立ち位置にいるかとかね、そういうことを分かっているのであるならば、まあ本当にね彼が今はちょっと会えないけどっていうことを、まあ、説明してくれるんだったら、それは受け入れてちょっと待っときゃいいだけの話なんで、それをねごねごねってやると関係おかしくなっちゃってね、そこはお気をつけになってくださいと、そのお話です。さあ、そして3番目です。はい、まあ、こういうケースもねよくある。あなたとの関係を大切にしているからこそ会おうとしないっていうのもありますよね。まあ、どうなんでしょうね、こう、まあ、あなたとの関係がちょっと今ややこじれちゃってるなとかね、まあ、ちょっと微妙な関係になっちゃったなっていう時は、まあ、あえて距離を置こうということで、まあ、距離を空けてね、彼自身もクールダウンして、あなた自身もやっぱりクールダウンしてもらうことを促しているケースもあったりするし、まあ、なかなかこう誘いづらいというかね、まだそんなに関係深まっていないから、ちょっとまあ、あんまりやんややんややるとしつこいかなっていうふうに思われ、しつこいと思われても嫌だなみたいなことで、いやいやこうちょっとね臆病になるというか、まあ、好きだからこそグイグイと言えない時ってねあったりしますよね。まあ、そういう話は男の人もねあるっていう話は、特に本気で好きだからこそ臆病になってしまうことっていうのもよくあるんですよね。そういう話はこの画像の中でもご紹介差し上げたと思います。こちらに画像があって、こちらにリンク先もある。だからこう焦ってね、まあ、何度もこう会ってどうこうしたろうっていう人もいるし、一方で少しやっぱり時間をかけて2人の関係っていうのをしっかり作っていきながら、まあ、自分という人間を見てもらって、あなたという人間を理解してうまくいけばいいかな。そんなにね、その場限りというか、その瞬間だけ一瞬燃え尽きてさようならみたいな関係ではなくて、長くお付き合いしていきたいからこそ、その関係をね大切にするためにあえて、まあ、自分も会いたいなとか声かけたいなとか、他あ彼女何してんだろうと思いながらも、ググッとこらえる、まあ、もしくは今うまくいってた関係がねちょっとぐちゃぐちゃってなりかけてるんで、まあ、だからこそちょっと今は距離を空けなきゃなって思って、もう一回ね正常な状態に戻った時に改めてしっかりと会って、関係を作っていきたいなと思っている場合とか、まあまあいろいろあると思います。まあ、それも含めてね、あなたのことを大切に思っているからこそ会わないというのもあるよねと。まあこのあたりはだから、あなたも心配だったらね、逆にあなたの方からちょっとねどういう状態なんとかね、どう思ってるんみたいなことは軽くねそれとなく聞いてみると、いやいや実はまあかくかくしかじかこういうふうに思ってるから、今は会おうとしないよ、だからそこはね、気持ちは変わってないから大丈夫よっていうことは言ってくれると思うので、そこはね、
まあ、組んであげるというか、まあ、コミュニケーション取ってあげればいいんじゃないですかっていう、そんなお話です。さあ、そして4番目ですね。はい、一人でいたいから会わない。これは男女関係なくね、みんなそういう時っていうのはあると思います。旗から見るとね、当事者以外の他人が見るとなんかすごく暇なんでしょ、だったら遊んでよとかね、何にもしてないじゃんよ、だったら私に会ってくれればいいじゃんかっていうふうに思うかもしれないけど、当事者としてはそうじゃないわけですよね。別に暇で何もやることなくてぼーっとしてるんじゃなくて、ぼーっとしたくてぼーっとしてる、ゴロゴロしたくてゴロゴロしてる、ゲームやりたくてゲームやってる時ってあるわけじゃないですか。それは趣味の問題かもしれないしね、それは男の人も女の人もあるわけで、あなたのことが好きとか嫌いとかそういう次元の話ではなく、単純にね、やっぱりこう疲れてるからとか、ちょっと精神的に参っているからとか、ちょっとリフレッシュしたくてとか、やっぱりこう一人でいる時間っていうのをすごく大事にしたいとか、その時間ってね、すごく自分にとって実りある時間だよね。いや、あなたとね、美味しいご飯を食べに行って、なんかきらびやかなお店でね、楽しくご飯したりするのは、会話をしながらね、まあするのはそれはそれで楽しいよと。ただ今俺はコンビニでね、ジャンクフードいっぱい買ってきて、それをね、むしゃむしゃ食いたいんだっていう、そっちの方が俺大事だからっていう時も、それは気分によってあるじゃないですか、男も女もね。だからそういうタイミングの時に、まあ何を言ってもこれは残念ながら聞かないし、まあたまたまそれはね、そういう瞬間そういう時期というだけだから、まあ、そこはあえてその世界を壊そうとするとね、逆に嫌がられてしまうし、まあ、あなたもね、そういう気分の時にやん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 言われてもちょっとうるさいなっていうふうに、まあ、思うことあると思うんですよね。だからそれがあんまりどう超えてというかね、完全に全くあなたとほとんど会う気もなく常に自分の世界だけを大事にするような人だったら、まあ、それはそれでちょっと考えなきゃいけないんでね、まあ、そういう人の場合はちょっと気をつけた方がいいんじゃないですか。特にこう趣味の世界でね、本当に一人で生きてる人とかは、まあ付き合っちゃったりすると後々大変だったりもするんでね、それは相手選びというところで考えた方がいいとは思うんですけど、こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先が出てますから、この話をねちょっと思い出していただきながら、まあ人にはね、どうしてもこう一人になりたい時はある。まあみんなね、大人になると考えることとかね、まあなんて言うでしょうかね、こうリフレッシュしたい時とか、まああったりするんで、まあそういう時はそっとしといてあげればいいんじゃないですかというお話です。さあ、そして5番目です。はい、それが彼のペースだからなんですね。あなたから見ると全然会ってくれない、彼は全然会おうとしないっていうふうにね、思うかもしれませんが、彼はいや会ってますよ、会おうとしてますよっていうふうに、ね、これもまああるあるのケースで言えばあるあるのケースで、まあその会うペース、会ってます、頻繁といったその頻繁がどれぐらいをね、頻繁というのかっていう、その価値基準ってみんな違うじゃないですか。あなたにしてみれば、いやお付き合いしてるんだから定期的に会うっていうのは週に1回は会うことだよねっていうふうに思うかもしれないけど、まあ彼はいやいや俺会ってるよ、年に1回なんか問題あるみたいなね、いや問題あんだろっていう話かもしれないが、でも彼の会ってる、頻繁だっていうのは、まあ、年に1回はオーバーにしても、まあ、月に1回だとかね、 2,3 ヶ月に1回会えればいいんじゃないの、それぐらい俺頑張ってるけどダメっていうね、まあ、そんなふうに考えてることがある。でもこれは単純なコミュニケーションエラーというか、まあ、コミュニケーションの齟齬でしかないので、そこは話をすれば埋まっていく。だから私はあなたのこの会おうとしてくれている頻度がもうちょっと高まることを期待しているんだけども、それってできないかしらということをちゃんと伝えてあげればいいだけの話でしょ。あなたはそれ何、私に会おうとしてる、してない、いやしてんの、しててこれじゃあちょっともうちょっと頑張ってくんないのっていうね、あそこは無理なんだ、でもじゃあ私これぐらいね、私はこれぐらい頑張るし、ここまで我慢するから、あなたもこれぐらい頑張って我慢してくれないっていう、まあそういうようなやり取りを、まあ、していけばいいだけの話で、まあ、だからね、こう最初からこうお互いの取説をね、出し合った方が、まあ、お互い何を求めているかっていうことを出し合った方がお互いの関係ってね、後々になっても良くなりますよっていうお話は、このチャンネルの中でも一貫して申し上げている話で、この辺りでも多分してると思うんでね、こちらに画像があって、こちらにリンク先が出ています。まあ、関連する話は他の動画の中でも多分してると思うので、チャンネルご登録いただいてね、合わせてご覧になっていただければいいんだけども、だから彼は別に会わないとか、別に会いたくないとか、別に他に忙しいとかね、物理的に会えない事情があるとか、なんかね、特別なんか思うところがあるとか、一人でいたいとか、そういうことじゃなくて会ってると、しかしあなたはいやそれを合ってないというっていう、まあそこだけの話だから、そこはね、コミュニケーションで埋めてあげてください。さあ、そして最後6番目です。半分ネタなんでね、真に受けなくてもいいんですけど一応言っておきます。
加齢による疲労というのもね、まあ割とある。まああなたがね、おいくつの方とお付き合いしてるかっていう問題もあるんだけど、若い頃はね、もう会いたい会いたいとかね、もう常に一緒にいたいとか、いろんなことやりたいっていうね、まあそういうモチベーションもありましたと。ただね、気持ちがあってもなかなか体がついていかなくなってくるご年齢ってね、個人差ありますよ。あるんでね、まあ昔はもうすぐね、夜中でも彼女のために表出てったりとかね、まあ彼女と朝まで酒飲んでカラオケ行ってね、わーなんてやってたんだけど、もう今はもうなんかちょっと家出るだけで息切れしちゃうとかね、もう階段登っただけでもうなんかね、ぜーぜー行っちゃってね、やばい、休止飲まなきゃみたいな人とか、まあいるかどうかわかんないけど、まあね、そういうお年頃の男性になってくると、ちょっと気持ちとね、体がどうしてもこう離れていってしまうことがあって、まあ気持ちは会いたいんですよ。だけどまあちょっともう疲れるから無理だわみたいなね、ダメだ、もうちょっと腰が痛くてとかね、もう足腰ちょっとガタガタきちゃって動けないんだよねみたいなね、まあ人とかも、まあ、そこまでもうね、ちょっと言い過ぎかもしれないけど、まあそういう感じでさ、そういうニュアンスでね、会いたくても会えないみたいなね、会いたくても体がついていかないし、まあ、だったらちょっと家で寝てるかとかね、まあちょっと近所散歩してね、また家帰ってお茶飲んで寝るよみたいな、まあそういう人になっちゃっている傾向、可能性もあったりするので、まあそこはあなたがね、お客様とお付き合いをしてるのかっていうところをちょっとね、まあ照らし合わせて考えていただいて、あ、そうか、もう年取ったんだ、じゃあまあしょうがないかっていうふうに思うか、いやちょっとこれはね、もう何、私もはやもう介護要員なわけ、ちょっと無理やわっていうことで、まあ、お別れするのも一つの選択肢だし、まあその辺はね、好きにしてくれと、いうことで、まあ加齢による疲労っていう人もまあいるにはいるというお話でした。さあということで、全6項目ご紹介差し上げました。冒頭にも申し上げたように、まあ、これが全てということではないんだが、まあ大体こういうことで、あなたに合わないことってあるよねと。ただ全てにおいて共通して言えることはね、もうお分かりの通り、彼は別にあなたを嫌っていないというか、あなたに対する愛が消えているわけじゃないので、まあちょっと合わないような姿勢を見せられたからといって、あ、この関係ダメなんだっていうふうに、まあ、思ってしまうよりは、まあ、なぜそうなのかというところをね、ちゃんと彼と向き合って話をして解決ができる問題なのであれば、まあ、解決すればいいし、そして歩み寄れるんだったら歩み寄ればいい、歩み寄れないんだったらね、まあ、それはもう残念ながらしゃあないね、ご縁がありませんでしたっていうことで、終わればいいだけの話なんだけど、まあ、それもいきなりね、突然、あ、もうだったら無理っていう話よりは、まあ、こういうところをちょっとよく考えていただいて、まずは一回歩み寄れるような、まあ、コミュニケーションの、まあ、工夫というか、まあ、そういう努力をしてみてもいいのかなと、思います。現場からは以上です。